でん湖に沈む夕日はこの世のものと思えない美しさという、一度くらい見てみたかった。宿はコンスタンツがいい。うまい酒を出す店があるらしいから。外が騒がしいな。そろそろか。君の顔もすっかり遠い記憶になってしまった。君はどんな顔で笑っていただろう。どんな顔で俺に話しかけてくれていただろう。君の目が見たい。君に会いたい。ただ会いたい。たとえこの身が滅んでも君に伝えたいことがあるんだ。やってきました、本月の天国、古書街神田。ここが本の町として有名な神田なんですね。初めてか。はい、名前だけは知っていたのでいつかは来てみたいなと思っていたんですが、なかなか機会がなくて。でもついに夢が叶いました。俺も初めて。そりゃあよかったな。二人は北海道札幌の出身だもんね。なんて言いつつ東京育ちの俺も神田にはあんまり縁がないかもしれないな。隣の東京と秋葉ならよく乗り換えで使うけどってやつ。うん、わざわざ降りたことはほとんどないと思う。ダイは？俺はたまにブラッとしに来るな。うん、やっぱ本目当てで。ああ、何か面白い掘り出し物が見つからないかなって。この町自体そういう雰囲気あるだろう。古いものと新しいものがひしめき合ってるっていうか。確かに独特な感じはする。あ、その辺の細い道とか一本入るだけで不思議な店とかありそうって。あれ、一流？あ、いや、本当に不思議な店があったからさ。ほら、あそこ。あ、本当だね。お店っぽいけど、何屋さんだろう。なんか面白そう。俺、ちょっと見てくる。一流。おい、ちょっと待てって。たくさんの鳥かごに、額縁に、ずいぶん古そうなものが多いな。アンティークの店か。でも奥の方には本棚が見えますよ。本当だ、洋書を扱うお店なのかもね。こういうところにこそ掘り出し物とかありそうじゃん。入ってみようぜ。うん。はあ、おいらっしゃい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お店の中拝見してもいいですか。好きにしたらいい。はあ、なんか感じの悪い店員だな。ジル、これは。うわー、ダイ、また随分古い本を見つけたね。綺麗ではあるけれど外国の本かな。どこの本？
多分ドイツ語。タイトルはロミオだってさ。ロミオ、ロミオってあのロミオとジュリエットのロミオかな。読める？まさか、たまたま知っている単語が目に入ったからドイツ語って分かっただけ。指切った。大丈夫？ああ、だがページに血がついて汚れた。参ったな。読めない本だけど買い取るしかないよな。まあ綺麗だからインテリアになるよ。高くないことを祈る。すいません、この本が欲しいんですけど。つまらない男の話だぞ、読む価値もない。と言われましても、ページで指を切って血がついちゃったんで買い取ります。血だと？お前たちが呼ばれたのか。お前たち？あ、いや、こいつは関係なくて、この本は俺が。いいさ、欲しければくれてやろう。ロミオの祝福が君にありますように。え？あれ？お買い上げありがとうございます。あ、いや、俺まだ金は払って。なあ、そろそろ行こうぜ。今何か光ったような気がしたんですけど。あ、ダイさん、その本買ったんですか？あ、いや、うん、まあそうだな。うん、手に入れたみたい。またのご来店をお待ちしております。行こう。あの本を手に取れる者がいるとはな。なぜ？お前が呼んだのか？ねえシュー、なんか今晩水亀座流星群が見えるんだって。なんか今年は月明かりがなくてすごくいい条件なんだってよ。へえ、まるで俺たちの新曲ダブルシューティングスターズの祝うようなタイミングだな。みんなで長野にでも行ってみるか。星が綺麗に見えるぞ。たまにはそういう無茶もいいかもな。あー、でも俺また沼に落っこちてすってんころりんしちゃいそうだから遠慮しとこうかな。おはよう、シキ。おはよう。二人揃ってどうした？今日は何かあったか？あー、いや、そういうわけじゃないんだが。おはよう、シキ。あ、今日も朝からいい感じに
本日の業務は終了しましたみたいな顔してんね。どういう顔だ。一日の始まりっていう爽やかさが欠片もない顔ってこと。まあいいや、座った座った。そんな人でもバッチリ目が覚める。翼くんお手製のパンケーキが焼き上がったよ。今日朝起きた途端、パンケーキさって気分になってさ、ガンガン焼いてるんだよね。それで俺たちも呼ばれたというわけだ。なるほどな。いい匂い。もうお腹ペコペコ。翼くんって料理もできるからすごいよね。でも朝だからお手軽パンケーキだけどな。リコッタチーズ入りが俺的ポイント。ふわふわで軽い後味だよ。ハニーコームバターも作ったから一緒に食べてね。はい。リコッタだかピヨッタだかヒヨッタだかラッタッタッタだか知らんが、お前の言うお手軽は俺で言うところの激おもだな。その恩恵に預かれるんだからいいじゃないか。そう、まあな。じゃあいただきまーす。はい、とここで四季の食レポに入ります。四季の食レポまで3、2、1。はい。パンケーキの上にこうチョコレートが乗ってその上にバナナが乗っていて、もうこれはお店をやろう。開いてくれんのか。ああ、開いてくれんのか。本当か。任せろ。開いてくれるって。俺たちでパンケーキ屋さん作ろうぜ。おいしいよ。ああ、そんなことより、立花と大はどうした。え、ああ、珍しく立花と大ちゃんが起きないからって一星と一流が起こしに行ってくれた。確かに珍しいな、二人揃って寝坊とは。昨日4人で神田の古書街に遊びに行ったようだから、遊び疲れかな。いいなあ、俺も神田行きたかった。あそこら辺古き良き喫茶店がたくさんあって、そういうところのナポリタン、たまに無性に食べたくなるんだよね。よく食べながら別のものが頭に浮かぶな。シェイチル、どうした。四季、何事だ。怪我をしたわけではなさそうだが。びっくりさせんなよ。なんかあったのかと思ったじゃん。いや、あったんだよ。え、何。どうしたの、大ちゃん。大ちゃんって言うな。翼、俺の目を見ろ。え、見ろって。え、どうしたの。大さんの目が赤くなってるんです。しかも目見えないんだって。まずは現状把握をさせてくれ。そうだな、後々病院に行くにしても説明が必要になる。でもみんなの言うことが本当だとしたら、病院に行ってどうにかなるものなのかな。あそこにある本が原因ってどういうこと。オカルトとかホラーとかマジ勘弁してほしいんだけど。マジで勘弁してほしいのはこっちのセリフだよ。ですよね。ああ、もう何なんだよ。何がどうなってんだよ。こういう時どうすりゃいいんだ。怒ったことをまとめると、朝起きたら大君の両目が赤くなって見えなくなっていたってことだよね。ああ、ちなみに目にはバラの模様入り。趣味の悪いカラコンじゃあるまいし。自分じゃ見えないけど、見えなくてよかったよ。そのバラの模様がその本の表紙の模様なんだ。ロミオ、ドイツ語だな。うん、ロミオという男の自叙伝のようだが。週読めんの。あいにく俺もドイツ語は門外漢だ。いくつかの単語を知ってるくらいで内容理解までは難しい。パッと見たところ特別おかしな感じはしないんだが、昨日手に入れたんだよな。うん、神田の古書街の路地にある
不思議なお店でね、なんとなく手に取ってみたんだけど、中を見てるときにページで指を切ってしまって、血がついたから買い取った。そうだったよね。ああ。あ、そういえば本を買うって言ったとき妙な光を浴びたよな。それが原因か？なんか赤くピカッとした気がしたけど、あれ見間違いじゃなかったのか。不思議な店のおかしな本に妙な光ね。えいよいよ病院って感じじゃなくなってきたな。そもそも体にそんなに綺麗に模様が浮き出す病気なんて聞いたことがないさ。いやでも病気じゃないとしたらどうしたらいいのかな。神社、お寺、教会、お祓い、ご祈祷、星占い、H、ね、落ち着いて。とりあえず星占いは関係ないな。何はともあれ、まずは原因究明と回復が最優先だね。直近の仕事はバラしてもらうにしても、なんて説明するかを考えないと。おい、四季、一大事だぞ。お前もさっきから黙ってないで何か言えって。おい、何電話してんだよこんな非常時に。また連絡するな。落ち着けひよこ。我ら月プロが誇る不思議現象解説担当に話を聞いていたところだ。月プロが誇る不思議現象解説担当。ああ。プロセラの白木魔王様か。下月俊君。さすが式。そんで、結論から言うと原因は間違いなくその本らしい。本に込められた強い心残り、残留思念が血を媒体にして乗り移ったとかなんとか。まあ遠隔地にいるのになぜそんなことがわかるんだとかいう、そういうツッコミは俊相手には今更だろうな。やっぱりそうなのか。怖、呪いの本かよ。驚いたね。現代社会で本物の呪いにかかる人なんて一体何人いるんだろう。だよね。それでしき、肝心の呪いの解き方は。よかったな、意外と簡単らしいぞ。旬が本におまじないをかければ万事解決、猛満体さ、旬と浄化してくれるそうだが。いや、軽すぎるよ。いろんな意味で強いな魔王様。俺はそのそうだがの続きが気になるんだけど。そこなんだが、呪いの作用自体は一週間は続くだろうとのことだ。マジか。それって一週間はこのままってこと？ああ、一週間、地味に長いな。大元を立つような力技は人間相手には危険すぎて使えないらしい。それぐらいその本の呪いは根深いものらしいな。そう言いながら大元はシュンとできるシュンさん、すごすぎます。強すぎる薬は毒にもなるか。ああ、まあ不運ではあったけど解決策が見つかってよかったね。一週間のお休みってことはインフルエンザにかかったと思えばいいんじゃないかな。呪いがインフルエンザ扱いか。だが確かに解決策が見つかったのなら慌てる必要はない。他に方法がないのだし、それくらい気軽に構えた方が精神衛生上は良さそうだ。仕事先にも説明しやすいしね。季節外れのインフルエンザにかかってしまってって言えば寮から出てこれない理由にもなる。よかった。あー、いや、もちろん呪いなんてかからない方が良かったんだけどさ、一生このままってことの方が大変だから。やれやれ、いろいろと調整しないとだな。そういうな、式大のせいでもないだろう。さっき立花も言っていたが、現代社会に生きていてまさか呪いなんてものに引っかかるなんて思わない。分かっている、自衛できるものでもないし、もらい事故みたいなものか。うん、運が悪かった。そう思う。気にしすぎないようにね。というわけで大ちゃんは1週間寮に引きこもってお休み決定。呪い休暇だ。気楽に言ってくれる。1週間目が見えないまま生活するのか。大丈夫だよ大、俺がバッチリサポートしてみせるからさ。今頃呪いにかかっていたのは俺の方だったのかもしれないんだし。立花、
どれだけの時間が流れただろう。君は今どうしてる？騙されたと思って怒ってるだろうか、それとも悲しんでるだろうか、それとも こんな男のことなどとうの昔に忘れただろうか。それがいい、それでいい。たった5日限りのことだ。俺には永遠、君には一瞬、それでいい。君を許されるならば、朽ち果てるその前に君の顔が一目見たいな、君の声が聞きたい、君の腕で眠りたい。違う、どれもこれも贅沢な話か。俺はただ、そう、君に伝えたいことがあるんだ。夢か。妙に生々しい夢だったな。目が覚めても真っ暗か。今が夢の中なのか現実なのか分からなくなりそうだ。大リカか。うん、いたのか。ああ、ごめんね、急に肩を叩いたから驚かせたよね。そんなところで寝ていたら風邪をひくよって声をかけようとしたんだけど。気配とか意外とわからないもんだな。そうみたいだね。大丈夫？正直大丈夫とは言えないが、まあ平気。仕事は四季と灰月さんがいろいろ調整してくれてるし、一週間限定ってわかってるからなんとか我慢できる。そっか、転んで怪我とかしないように気をつけないとだよ。だな、しばらくは慎重に行動するよ。何か暇つぶしができるものって、読書はできないしスマホも見れないよね。その場でできる筋トレでもしてる。さすがに外に走りに行くわけにはいかねえからな。ストレス溜まりそう。ランニングはさすがに無理だよ。いい子にしてな。はいはい。翼と式は？ああ、翼はシュウと一緒に例の本におまじないをかけてもらいにシュン君のところに行ってるよ。もうそろそろ帰ってくるんじゃないかな。式はお仕事、大の代理でトークショーに出るって言ってたよ。クラシックについて四季の貴重なトークが聞けるチャンスだね。迷惑かけてるよな。四季もシュウも言ってたでしょ、もらい事故みたいなもんなんだから気にすることはないって。一番大変なのは大なんだから、思いっきり甘えておけばいいんだよ。そうだな。そういえば
起きる直前寝言言ってたよ。とね、伝えたいことがあるとかなんとか。どんな夢見てたの？夢？うん、ああ、見てた。なんか暗いところにいて一人だった。暗いところ？あ、言っとくけど俺じゃない。ん？俺は別の誰かになってたんだ。そいつはずっと誰かのことを考えてた。別の誰かが誰かのことを。複雑だね。ああ。だけどシンクロっていうのかな、微妙に気持ちが伝わってきてさ、ずっと大切にしている相手がいるみたいだった。そうして悪い夢じゃなかった？どうだろうな、不思議とリアルな夢ではあった。そっか。シュウ、今日は大ちゃんのために付き合ってくれてありがとな。いや、全然。それに翼とこうやって出かけることもなかなかないから逆に良かったよ。俺に今度シキがパンケーキ屋さん作ってくれるって言ってたから、そこ招待するな。ああ、最近パンケーキばっかりなんだよな。あ、着いた。たった今。ただいま。おかえり。おかえりなさい、シュウ。それに翼くん、どうだった？シュウくんには無事に会えた？会えた会えた。おまじないもバッチリだと思う、多分。え、なんだ、頼りない答えだな。だって呪いが解けたかなんて分かるわけないだろ。俺別に霊感とかないし。まあ普通そうだよね。シュンはさらっと表面を撫でただけだったが、まああいつが大丈夫と言うなら大丈夫なんだろう。なんとなくだが、持っていく時には妙に重たく感じた本が、帰りにはただの本の重さになった気がするしな。うーわ、やめて。そういうこと言われると急に怖くなんじゃん。怖がりの割によく呪いの本を持っていく役目を引き受けたもんだな。そりゃうちの大ちゃんの問題だもん。いくら怖くたって週にばっか任せるわけにはいかないだろ。それに万一何かあったとしても、シュートだと何かあっても大丈夫っていう安心感があるしな。さすがリーダー、頼りがいがある。自分のところのリーダーもそれぐらい頼ってくれて構わない。大丈夫です、間に合ってます。おーい、ダイは？ああ、今は寝てるよ。一斉が見てくれてる。そうか。俺は昼間神田に行って、この本を手に入れた不思議なお店があったって場所に行ってきたんだけど。その口ぶりだと空振り？うん。もらった住所にあったのはビル建設中の工事現場だった。そんな、だって俺たちは確かにあの店に行ったよね。大通りから一本入って鳥かごがたくさん吊るしたって。うん、アンティークを取り扱うお店だと思ったんだ。周りから浮いててすごく目についた。それがごく普通の建設中っていうシートがかかった工事現場だったんだよね。一応近くのお店の人とかにも聞いてみたんだけど、3ヶ月くらい前からずっと工事をしてるって。工事をする前も今から建つのもオフィスビルで、あの場所でお店をやってたことはないってさ。そう、呪いの本を売ってるくらいなんだ。驚かないオチだな。都会の路地裏にある不思議な道具を扱う店か。確かに都市伝説にでもありそうな話だな。くそ、あの感じの悪い店長を捕まえて警察に突き出してやりたかったのに。気持ち的にわかるけどさ、捕まえられたとして警察は無理じゃね。呪いをかけられたからこの人捕まえてなんて言ってみろ。俺たちこそ病院紹介されちゃうぞ。確かに。ともかく呪いの大元は払ったんだ。シュンとな。ああ、あと1週間で元通り平和が戻ってくるはずさ。ああ、それまでみんなでしっかりダイをサポートしてあげよう。はい。
ただいま。おかえり。おかえりなさい。おかえり。ダイは代わりはないか。ああ、もう寝るって部屋に。そうか。なんかさ、呪いがかってからダイちゃんちょこちょこ寝てること多くない？俺気にしすぎ？それ、俺も気になってた。起きてる間も妙に眠そうだよね。病気ではないとはいえ正常でもない。神経も常に緊張状態だろうし、体に負担もかかっている。純粋に疲れているんじゃないか？それならいいんだけどさ。よくはなってるんだよな。魔王様が呪いを解いてくれたんだもんな。大丈夫に決まったんだろ。すぐ良くなるよ。だよな。何？あ、ちょっとみんな、痛い背中。なんだこれ。ベスト。ほう、こうか。よし、切ってね。こうだね。これがベレー帽にメガネ。こうか。よし。でこれは？堀の宮大地。これは。よし。このメガネをかけると俺が俺じゃなくなっちゃいます。みんなワクワクしてんの？カフェクベルマスター、堀の宮セバスチャン大地こと堀のダーです。なんかワクワクしてるな。はい、こんにちは。誰のファンですか？ですよね、紫で持ってますからね。何してほしいですか？なんて？頭ポンポンしよう。さよなら。もう一人ぐらい。目をそらしたね。誰のファンですか？ H 君。H 君だったら何してほしいですか？ハート作ってほしい。さて、カフェに行こうと思ったが、今日は行くと嫌な予感がするから今日はやめた。ねえねえ、瞬間。なに、せいか。今日私たち卒業式だね。寂しい。もう私泣いた。じゃあさ、卒業するのやめちゃう？そうだね、留年しよう。イエーイ。一生生ぬる生活。生ぬる生活最高。ヒューヒュー。猫さん、超喉乾いたんだけど。乾く乾く、もう喉がゴビ砂漠。髪行こうぜ。おけまる。こんにちは。いらっしゃいませ。お、二人です。ちょっと、あんたたち今日卒業式でしょ？今日ぐらい学校行きなさいよ。私パスで。私もパスで。なんで？だって卒業しちゃったらこんな格好してみんなに会えなくなっちゃうじゃん。でも学校卒業してもここで働けばこんな格好になれるのよ。私パスで。私もパスで。なんでよ。だって私アイドルになるもん。
流れ星に願いを込めて、あなただけの一番星になりたいの。お前らより可愛いのは、セイコー。やだもう、やだ。セイコーの方が可愛い。セイコーの方が可愛い。セイコーの方が可愛い。お世辞お世辞やめてよ。だってお世辞だもん。言うよね。以上です。じゃあそこのあんたは卒業したらどうすんの？あ、私は実家の豆腐屋継ぐかな。別に仕事は何でもいいの。だって私何やって生きててもハッピーポッピーピンポンピンだもん。じゃあ卒業したらあんまり来れなくなるってことね。まあそうね、アイドル活動で忙しくなるもんきっと。私もガチで豆腐屋継ぐからあんまり来れなくなっちゃうかも。そんなこと言わないでよ。そんな悲しいこと言わないでよ。あんた泣いてるの？気持ち悪い。なんで泣いてるの？泣いてるの？砂ぼこりが目に入っただけよ。下手くそか。お前たちそこで何やってんだ。大吉さん、遠いよ。ずっと探してた。早く早く。遠い遠い。動くな、絶対動くなよ。なんで後ろから絶対動くなよ、はい、動くな動くな、はい、動くな。動いてません。よし、お前たち今日家を出てから卒業式に来てないってさっき PTA から連絡があったぞ。なんで PTA から連絡が入った。うるさい。なんで卒業式行ってないんだ。だって卒業式出たら寂しくなっちゃうの。寂しいよ。寂しいけどな、お前ら。寂しいけどな。大丈夫か。寂しいけどな、お前ら。もう今日で寂しいけどな、今日で一生会えなくなるやつもいるんだよ。だからな、頑張って今日行け。大地さん、わかりました。私たち今から学校に行きます。うるさい。なんで行くな。時間の無駄じゃ。俺が今からここで卒業式やってやる。先生、卒業生起立。別れの言葉。別れの言葉。エピソード1、初めての喫茶クベル。右も左も分からず、いろんなキャラクターが登場しました。登場しました。サングラスをかけての即興替え歌、いっぱい反り上がりました。反り上がりました。エピ1以降出なくなった聖太郎とお父さん、エピ3で復活できて嬉しかったです。嬉しかったです。エピ1で登場したパーティー行かなあかんねんの人、それ以降一切登場しなくてちょっと寂しいです。寂しいです。シリーズ続けて生き残っている世良の理香と久我の地、一生懸命お務め果たしました。お N にポジション取られがちでした。エピ3に続くと言っておきながら、結局エピ3ではやらなかったダンスバトル、ごめんなさい。今回から登場したオタク集団、パワフルなオタ芸で気持ち悪かったです。気持ち悪かったです。エピ3から出てきた双子のマジシャン、芸がなかなか雑でした。テリーワンワン、いろんなことがあったけど今日で卒業だな。おめでとう先生。私いても立ってもいられなくなってきたわ。アイドルの聖地秋葉原へ行ってくるわ。成功。行っちゃった。私もいても立ってもいられなくなったからトイレ掃除して、トイレと洗面所といろいろ掃除してくる。行ってくる。あの子最後に噛むんだか。先生、私も
豆腐を木綿豆腐を仕込んできます。あ、ちょっと待って、本当にちょっと待って。え、忘れ物だ。これがないとダメだろ。これがないと私ダメ。ちゃんとつけて。ありがとな。ありがとう。みんな、私のことシュウコシュウコ言ってるけど、私の名前シュウコじゃないからね。私の名前はみんな行くよ。せーの、シューリー。ハッピーポッピーピンポンピン。じゃあね、大地さん。みんなありがとう。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。こうしてまた僕の元から一人二人と巣立っていきました。俺はここカフェクベルの店長であり、そして思い出マイスターの堀宮大地です。またのご来店お待ちしております。いたのか。探したぞロミオ。いや、俺はロミオじゃない。目が見えてる。何言ってんだロミオ。お前ロミオだろ。そうそう、流れの行商人で毎年春になると町からやってくる伊達男。いいよな、お前が来るのを楽しみにしてる娘が何人いるんだよって話だよ。俺なんか母ちゃんに晩飯食い始めるのでさえ待っててもらえねえんだからな。ああ、ちくしょう、世の中結局顔かよ。間違いねえな。よし、行くぞ伊達男。お前が来ないとよ、娘たちがどこをどこをって浮き足出すから、いつまで経っても収穫祭が始まらねえんだよ。よし、祭りだ祭りだ。俺はちょっと違う。大さん、一世、何なんだここは。俺は寮にいたはずなんだが。大さん、目が見えるんですか。ああ、ここに来てから見えてる。よかった。でも本当に何なんだここは。わかりません。俺もさっきまで寮にいたはずなんですが、ふと気づくと全然知らない場所にいました。途方に暮れていたところを通りがかった人に誘われてここにいるというわけです。俺も同じようなもんだ。気がついたらここにいた。ロミオなんて呼ばれてるしな。ダイさんも。もってことは俺もロミオって呼ばれてるんです。流れの行商人で春だけにやってくる伊達男。それです。どうやら俺たちは村の人にはロミオという同じ人物に見えているみたいですね。ロミオが二人いることに関しては誰も気にしないのか。おい、ロミオ飲んでるか。ほら、一杯目は俺のおごりだよ。いやー、お前が売ってくれた薬はよく効いたからな。おい、ロミオ、酒もいいが。おい、ちゃんと腹に食い物も入れろよ。割合すんぞ。ま、それを狙ってる娘たちもいっぱいいそうなもんだがな。違いねえや。ああ、ちくしょうこの野郎。うぅうぅ。気にならないみたいですね。
多分本物のロミオさんと俺たちとでは見た目も全然違うはずだと思いますが、そのあたりも見事にスルーされていますね。あいつらにはちゃんと一人のロミオが見えているのかもしれないな。ってさっきから気になってたんだが、ロミオって？おそらくあの本のタイトルになってるロミオだと思います。だよな。勘弁してくれ。このおかしな状況もあの本のせいなのか。さすがは呪いの本と言うべきでしょうか。説明できないこと、理解できないことが次々起こりますね。その呪いの本は今頃プロセラのシュンがおまじないをかけているはずじゃなかったか。そうなんですよね。まさか効果がなかったとか。いいや、おかげさまで綺麗さっぱり払われたさ。勘弁してくれよ。あんな規格外に太刀打ちできるわけがない。まったくひどい話だよな。おかげでつまらない男の真実の物語は無害でつまらない創作物となり果てた。もう現実世界に俺の入り込む余地はない。夢の世界に逃げ込むのがやっとだったよ。今の俺は完全に消える前の残りかさ。お前はあの店にいた店員さん？いや、ああもう分かってるだろう。ここはあの本の中の世界だ。そして俺はロミオ、つまらない男、ロミオ本人さ。お前がロミオ？さあさあ、そこ行くお嬢さん方、いやお兄さん方が、まあそう怖い顔しないで聞いてほしい。つまらない男の真実をさ。男はどこにでもいる流れの行商人だった。まあただ一つだけ人と違うところがあったんだ。男は半分だけ吸血鬼だったんだ。え、吸血鬼なんて子供魂、物語や伝説の中の存在。いえ、本当にいるんだよ。その証拠がこの俺さ。吸血鬼と人間の間に生まれたハーフ、それが俺ロミオだよ。まあ吸血鬼といってもそう怖がるものじゃない。夜の闇に隠れて生きて、夜な夜な人を襲い、家畜を襲い、最悪を撒き散らす。そんなヤバなことはしない。普通に朝起きて昼に働き、夜には眠ってまた起きる。どうだ、人間とそう変わらない生活だろ。肉、魚、野菜だって食べる。まあたまに新鮮な血液が必要になるだけで。ああ、それも命に関わらない程度。ほんのちょっと吸わせてもらえればいい。どうだ、吸血鬼もそう悪いもんじゃないだろう。俺は、いや、俺たちは人間の一風変わった隣人さ。少なくとも俺はそう思ってた。それが愚かな間違いであると知る前に俺は出会ってしまったんだ。運命に立花一流ジュリエット、領主の一人娘。収穫祭の夜に俺と彼女は出会ったのだ。彼女は美しかった。誰よりも輝いてた。村の男の誰もが彼女の手を引くことを夢見た。だが一体何が彼女の気を引いたのだろうな。彼女は俺の手を取ったのだ。立花、おい立花、俺の声が聞こえないのか。おい一
チル、イチル、俺の声が聞こえないの。イチル、5日間だが幸せだった。本当に本当に。ダメだ、一星も一位も全然起きない。こっちもだよ、大ちゃんも立花もぐっすり眠ったまま目が覚めない。絶対これおかしいだろう。シキ、分かっている。シュンに電話をかけてみる。ちょうどかかってきたな。もしもし、俺だ。ああ、いろいろ。おい、シュン、呪いは払ったって言ったよな。それなのに大と立花と一星と一流が起きなくなったんだよ。どういうことだよ。落ち着け。いくら心配だからといったって噛みつく相手が違うだろう。シュンは俺たちを助けようとしてくれてる相手だ。それはそうだよな。ごめん。謝る相手も違うだろ。ごめん、シュン。俺が悪いんだ。ごめんな、本当。謝るからさ、お願い。あいつらのことを助けてやって。悪かったな、シュン。仲間思いなやつなんだ。許してやってくれ。それで、この事態なんだが。予想外ってどういうこと？その自叙伝の著者であり、主人公であるロミオは、人間じゃなかった、という点だ。え？シュンが、前回本を持って行った時に読んだ内容を教えてくれたんだが、あの時のシュンって確かさらっとしか見てなかったよな。速読ってやつじゃないかな。はあ、もういっそ逆に何ができないのか教えてほしい。わかる。ここ話を戻すぞ。はい。シュン曰く、この本はロミオという行商の男の自叙伝というより日記に近いもののようだ。最初の方は日常の話、リアルな描写でなかなか面白いらしい。だが途中から急に雲行きが怪しくなる。というと？ロミオは突然、自分は吸血鬼とのハーフだと言い出すんだ。普通だったら途中で頭でも打ったのかって思うところだよね。もしくは日常を書き溜める日記から空想を含んだ創作物になったとかな。だが今回に関しては真実だった。真実？ロミオは半分だけとはいえ吸血鬼だった。それがシュンの言う予想外だ。人間よりも抵抗力があるから、消える前の最後のあがきで闇の眷属の領分4人を夢の世界に引きずり込んだと、そういうことらしい。夢の世界に引きずり込んだ。ああ、立夏に大、それに一斉に散る。4人は今ロミオが見る夢の世界に囚われている。本の話に戻すと、ロミオが吸血鬼であることを告白した後から内容が急に抽象的かつ日付も飛び飛びになる。というのも何かのきっかけで人間側に正体がバレたらしいんだ。うわ、不穏。ああ、不穏だ。ロミオは追われ囚われた。牢に閉じ込められたあたりから拷問の類も受けたのかもしれないな。綴も怪しくなってきて消耗している様が見える。日記を書ける状況ではなくなって、最後には処刑が決まったとある。処刑？処刑されて人間たちを恨む吸血鬼の怨念が呪いの本を作ったってこと？
最後のページには呪詛とか恨み事でいっぱい。うわ、いや、それなんだが。違うんだ。え？違う？ああ、恨み事の類は一切なかったそうだ。一切？何一つ？何もなし？ああ、ただあれが見たかった、これが聞きたかった、あれを食べたかった、あの町に行ってみたかった、そんな夢や心残りが綴られているんだ。驚くほど悪意はない、敵意がない。だからシュンも危険を見逃したのかもしれないな。最後の一文はこうだ。たとえこの身が滅んでも君に伝えたいことがある。その君が誰を指す言葉なのかはわからない。だがロミオは生前伝えられなかった何かを伝えるために4人を夢の世界に取り込んだんじゃないかと。それがシュンの考えだ。伝えたい何かか。おい、リッカ。イチル、イチル、目を覚まして。イチル、あれ、目覚めたか。ダイ、よかった。二人とも痛いところとかないですか？なんじゃこりゃ。フリルまでついてるし。あれ、髪まで長くなってる。どうなってんだこりゃ。そりゃ驚くよな。また見えなくなった、目が。一星、もしかして話せないのか？声出ない？さっきまで話してたよな。なのに急に。マジかよ。どういう法則なんだこれ。俺の目が見えなくなるのはここに来る前に戻ったって感じだろうけど、一星まで喋れなくなるのはどういう理由だ？一星、大丈夫？痛いとかある？ない？そっか。あれ、一星、ここんとこバラ、ロミオの紋章が出てる。ロミオの紋章に俺たちのこの格好、もしかしてここは本のロミオの中だったりする？当たり。リカ、よくわかったな。今俺たちが置かれている不思議現象といえばと素直に考えただけだよ。あと、なんとなく中世なこの格好も決め手かな。一星が落ち着いてますね。だって、大、手話だよ。すごいな、お前ら手話ができるのか。ちょっとだけ小学校の時に習ったんだよな。まあこんなとこで役に立つとは思わなかったけど。人生何が起こるかわからないね。呪いをかけられて本の世界に取り込まれている今、その言葉を痛感しているよ。ここ前、ここに来る前のこと覚えてる？だって、俺は普通に夜ベッドで寝て起きたらここだった。俺も同じ。ちなみについさっきまでロミオと踊っていたことは？は？覚えてないと。ああ、ロミオ消えちゃったね。だな。ワルツを踊り終わったと思ったら煙のように消えた。ちょっと待って、ロミオ本人もここにいるってこと？ああ。マジかよ。今どこいんの？俺一発殴りたいんだけど。てか殴る、絶対殴る。俺を殴るとは勇ましいものだな。うわあ！リッカ！どうした？殴れた！
はぁ、得体の知れないものを殴るなよ。だって今まで散々迷惑をかけられてるしさ、少しくらいはお返しをしておかないと。そりゃそうなんだけどさ、あんたたまに男らしすぎるだろ。びっくりした、すっげえ吹っ飛んだけど大丈夫かロミオ。心配もするな。びっくりしたよ。お前もびっくりするなよ。一体何なんだよこの状況は。今度は何だ。花火だ。うん、遠くで花火が上がってるんだよ。あれは収穫祭の始まりを祝う花火だ。この村の収穫祭は5日間続く。あの花火の下で俺は出会ったんだ、運命に。運命ね。その運命の話をこれから俺たちは見せられるのかな。それとも追体験でもする。君がそうやって呪いを振りまいてさまよってるところを見ると十中八九ハッピーエンドじゃないんだろう。一体何のためにわざわざ。それは、それは意味なんてないのかもしれない。はあ、なんだよそれ。もう終わってしまったことなんだ。繰り返したって意味がないって分かってる。ただそうだな、俺は多分誰かに知っていてもらいたかったんだ。消えてなくなる前に俺の伝えたかったものを、伝えたかった言葉を、愛した記憶を託したかった。どれもこれも俺たちみたいな赤の他人に伝えても意味がないだろう。伝えるべき人は他にいるんじゃないのか。その通りだな。ああ、全くその通りだよ。だが、どうした。ものすごい勢いで時間が流れてるんだよ。日が出て沈んで。祭りの最初の夜に出会った俺とジュリエットは一目で恋に落ちた。2日目、3日目と人目を避けてずっと一緒にいた。ジュリエット、見た目によらない大胆さを持ち合わせた人。時に俺が驚くほどの無茶を軽々として見せた。自室の窓から抜け出してこの腕に飛び込んできたりな。彼女の意外な一面を見るたびに俺はどんどん惹かれていった。領主の一人娘と流れの行商人の身分違いだ。許される恋ではない。分かってはいたが諦められなかった。逆境によって盛り上がる恋、文字通りロミオとジュリエットだね。だが許されない恋の結末は大抵同じだ。なあ、最近ロミオ妙にコソコソしてねえか。そわそわもしてるな。さあ、ではついにあの伊達男にも春が来たのか。おい、俺見ちゃったんだけど。あ、何をだよ。ロミオとお嬢様が森で会ってるところをだよ。お前そんなバカな。いや、でもそういえば最近お嬢様が妙に機嫌がいいって馬番の親父が話してたな。おいおい、もしかして、もしかするのか。いや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 、まさか。まさかな。よからぬ噂を耳にした。我が愛しの娘ジュリエットがどこの馬の骨ともわからぬ輩と密会をしているというのだ。いや、まさかジュリエット様に限ってそのようなことは。私って信じたくはないさ。だがしかし村では随分と噂になっているらしい。ジュリエットには婚約者がいる。来年には結婚するんだぞ。根も葉もない噂ならばよい。だがしかし万一のことがあれば。見張りをつけて調べましょう。そしていたぞ。こっちだ、こっちにいた。こっちだ。今度は何だ。剣を持った人たちが
今度はヤバそう。囲まれた。ジュリエット様、こんなところで何をされてるんですか。ジュリエット、ピッカ、対面見えんの。見えてない、ガンダ。抵抗する企画様、危ない。みんな血の気が多いな。もうちょっと、ほんと血の気が多いな。あ、大丈夫。油断するな。ロミーはどうした。いつの間にかいなくなってる。都合のいい時に消えやがって。くそ、まだいるのか。いや、ロミオとジュリエットの諸君。その声は指揮。なんなのよ、もう問答無用で切りかかってくるとかないだろう。暴力反対。翼、とっさに殴ってついでに剣奪って逃げてきちゃったけど、これって正当防衛になるよね。緊急避難ということにしておこう。それより翼、どの口が暴力反対とか言えるんだ。お前、昔やんちゃをしていた口じゃないだろうな。お疲れ様でした。シュー、H、 ずいぶん華美な服装だが、年代はいつ頃だろうな。気にするところそこ。まあ確かに豪華な服ではあるけど、夢の世界だから汚しても怒られないよね。そっちこそ気にするところはそこか。みんな、なんでここに。話せば長くなるんだが、とりあえずお待たせ。いや、特に待ってなかったです。え？なるほど、シュン君がみんなを助っ人に送ってくれたんだね。その通り。シュンって本当、不思議現象が起こった時には猫型ロボット並みに頼りになるよね。まあ特には助っ人は待ってなかったらしいけどな。拗ねないでくださいよ。さっきから何回も謝ってるじゃないですか。とっさに本音が出ちゃっただけなんだって。本音って言った。だってあんたたちまでわざわざこんな危険なところに来る必要ないだろ、マジで。ああ、なるほど、そっちの意味。他にどういう意味があんだよ。いやいや、ナイちゃん、可愛くてかっこいいね。うっせえ。ダイの言う通りなんだけどさ、俺は正直言うと、シキたちが来てくれて心強いなと思ってる。リッカ。ああ、勘違いしないでほしいんだけど、ダイが頼りないとかそういう意味じゃないからね。ただ万全の時だって剣を向けられることなんてないのに、今は目が見えない状態でこの状況だ。味方は大いに越したことはないと思う。正論だね。そりゃそうなんだけどさ、万が一全員で帰れなくなったらどうするんだ。そこはある程度勝算があってやってきた。賞賛？あ、これまた旬の受け売りなんだけどね。ロミオは何かを伝えたいと思ってるんだろ。伝える相手である俺たちをどうこうすることはないんじゃないかなって。確かに言ってた、そんなこと。誰かに知っていてもらいたかった。消えてなくなる前に伝えたかったものを、伝えたかった言葉を、愛した記憶を託したかったって。本の最後の文章を思い出すな。たとえこの身が滅んでも君に伝えたいことがあるか。なんか切ないよね。本の通りに行くならロミオは最後吸血鬼として処刑されるわけだけど、そんなに強く思っていた相手なのに君としか書いてないんだよ。
名前は一度も出てこない。迷惑をかけることを恐れた、もしくは守りたかった。おそらくな。それまで一緒に笑い合ってたやつが手のひら返して敵になったんだろ。ひどい目にあって牢に入れられて殺されて、それでもそんなに人を思えるものか、そんなに人を愛せるものか。愛せたから運命なのかもしれないね。え？恋愛音痴という自覚がある俺だが、愛についての歌はいくつも歌ってきたし、作ってもきた。音楽というのは不思議なもので、愛について歌うとき、本当に心の底から誰かを愛している自分がいるんだ。そういうときの俺はまるで無敵だ。心がたった一つのことしか求めていないから、他に何もいらないし、怖いものもない。ロミオもきっとそういう気持ちだったんじゃないか。あのさ、恋愛じゃないからロミオとはちょっと違うんだけど、俺はソリッツのみんなで一緒にいるとき割と無敵だなって感じてるよ。伝わる？うん、わかる。俺も一緒。伝わってよかった。特にライブの時なんかはさ、何でもできる、どこまでも行ける、世界は俺たちのものだって感じがするよね。するする。とんでもなく無敵の立花様が現れたもんだな。だがわかる。わかるんじゃ。俺もそっちならわかる。おおおお、いちいち茶化すなよ。ライブの時はさ、ファンもスタッフも含めて、あの空間、あの場所にいる全員が無敵なんだ。もっといける、まだまだいける、当然いけるよなって。うん、俺たちはそうやって歌を通していろんなことを伝えてつながってるんだよ。だから無敵なんだ。だからさ、ここまで来たわけだし、この無敵のソリッツさんで最後まで駆け抜けてみない？最後まで？そう、このロミオの物語を、彼の伝えたかったことを、言葉を思いを、俺たちが見届けてあげるっていうのはどうかな。それをあんたが言うのか。ロミオに対して一番怒っていたのはあんただろ。出会い頭に拳でぶっ飛ばすくらいに。はい。え？ん？リカさん？ロミオをぶっ飛ばしたのか？いや、だって、ね、あの時はもっとロミオが凶悪なものだと思って。だから前々から言ってるだろ、リッカを怒らせるといろいろとまずいんだと。確かに、リッカ怖え。そんなあんたが今は見届けるなんていう、同情か？かもしれないね。もしくは共感、ある種の尊敬。そこまで誰かを思い抜いたことに敬意を表したい。それに少しでも報われてほしいと願ってしまうんだ。甘いかな。甘いよね。まあ、物語の結末を見ないで帰るのも消化不良だしな。え、それじゃあ俺はロミオじゃなくてあんたに付き合うよ。物語のラストを見届けてやる。ダイ、ありがとう。翼と四季は聞くまでもないっしょ。やるっけない。
ロミオという歌を歌った縁もあるしな。大丈夫、俺たちならできる。なぜなら俺たちは無敵のソリッツさんだからね。ああ、商売をしていただろう。なんなら他のドゥゴより安くしてやった。うるさいうるさい、お前が化け物だと知っていたら関わりなんてしなかった。やめろ、言葉交わすな、取り込まれるぞ。そうだ、それがロミオのやり方だ。そうか、そうだな。ロミオを捕まえて漁師様のとこに連れて行くんだ。褒美がもらえるらしいぞ。褒美欲しさに俺も売るのか。かつては共に酒を飲んだ仲なのにな。騙されるな。行くぞ。くそ、すばしっこいやつめ。よし、行こう。こっちだ、こっちですよ、騎士様。ロミオがここにいました。こんなところに隠れてやがったか、悪しき化け物め。貴様の正体が吸血鬼であることは掴んでいる。そこでこれだ。この剣は銀が混じった特別製。銀は吸血鬼の弱点だ。この剣で貴様を成敗してくれる。面倒になってきた。覚悟しろよ、吸血鬼。よっよっ、ああ、化け物だ。手柄は俺のもの。どう転んでも俺は君に会えずに死ぬ運命なのか。なあ、一つだけ教えてくれ。なんだ吸血鬼、この後に及んで命乞いか。俺は一体どんな罪を犯したのか、それが知りたいだけだ。俺はこの村の誰かの血を吸ったことはない。傷つけたこともない。粗悪品を売りつけたこともないし、商売をふっかけたこともない。春にやってきて数日過ごしてまた旅に出る。ずっとそういう生活をしてきたはずだ。なあ、教えてくれ、この生活の何が罪なんだ。俺は一体どんな罪を犯したというのだ。黙れ、貴様は吸血鬼だ。罪などそれで十分だ。そうだそうだ。誰も傷つけてないだと。真実はどうだろうな、口では何とでも言えるわ。化け物の言うことなど誰が信じるか。そうだそうだ、貴様が一人だ。貴様はご両親様の大切な一人娘でいらっしゃるジュリエット様をはぶらかしたではないか。ジュリエット様を誘惑し堕落させようとした、この上ない罪だ。ジュリエット様に取り入ってどうするつもりだった。未来の領主様にでもなってこの村を滅ぼすつもりだったのか。違う
違う、俺は彼女をたぶらかしなどいない。俺たちは巡り合って惹かれ合ったんだ。何の打算も計算もない。俺は心から彼女を愛してる。何が愛だ。化け物が愛を語るな。化け物だろうと人間だろうと人を愛することの何が悪い。全てが悪い。ロミオ、お前は、はぁ、あ、ロミオ、検討の結果お前に助立ちすることになった。引け。何なんだお前らは。名乗るほどのものではないが、俺たちは無敵集団ドブロクソリッツ。酒の力で悪を倒す。店の酒全部持ってきて。売り切れです。そしてこちらが秘密結社、秘密のクベルだ。貴様の秘密を春分法バーン。ちょっと来て。バーン。春分法返し。バーン。ホルミア H 役の中尾健也です。僕はみんなに無茶ぶりをするのはすごく大好きなんですが、こうやって無茶ぶりをされることがびっくりするので苦手です。今回みんなの秘密をいっぱいバラしてきましたが、今の気持ちはこうです。マジやめてくれ。かわいい、戻っていいよ。まあそうなるわな。ロミオもこいつらもまとめて捕らえろ捕らえろ。その声はリッカ、無事か。全員無事です。ロミオさんも含めてね。よかった。明日明日。あれ、ダイちゃんの顔が渋いぞ。あ、待ってるだけは逆にきついって顔か。分かってんなら茶化すな。イラつくなダイ、お前は今目が見えないんだ。ああいう荒事の場にお前を連れていけるわけがないだろ。分かってますけど。ねえロミオ、この呪いどうにかならないかな。俺たちが君を助けようとしてるのは分かってくれたと思うけど。俺が意図的に改善できるのはおそらく半分程度だ。あ、どうだ、こっち右目だけ見えるようになった。え、マジで。ああ、これで俺も出ていけるな。一星は、ああ話せる。よかった。よかったね一星。大君、半分しか解けないのはなぜだ。そもそもこの症状は俺が意図的に起こしたものじゃないからだ。俺の心残りが集まった本が勝手に作り出した副産物だ。心残りを解消しないと完全には解けない。なるほどな。でも俺は普通に話せていますけど。あくまで予想だが、日が昇ったらまた話せなくなるだろう。今は夜、闇の俺の領分だから解消されているんだ。夜の間だけか。十分だよ。今夜中に一気に決着つけるつもりなんだし。一流。うん、そうだね。今夜中に決着。
ああ。何の話だ？今は5日目の夜だ。お前の運命の5日間の最後の日だろ。それに大元を断たれたお前が完全に消えるまでのタイムリミットも残りわずかのはずだ。違うか？違わない。そろそろ意識を保つことも難しくなってきてる。だがロミオ、俺たちは君の愛の物語を最後まで見届けたいと思ってる。最後を見届ける？そう。君が本に書いた最後の言葉は覚えてる？たとえこの身が滅んでも君に伝えたいことがある。俺たちはそれを叶えてほしいんだ。バカな。俺が望んだのは、俺の過去を共に追体験して、俺がどれだけ運命を愛したかを知ってもらう、それだけだ。そもそも伝えられなかったからの方があるんだ。でももう本にある出来事とは違う展開に入っている、そう思いませんか？現にあなたは今捕まらずに俺たちと話をしている。それは、しかし最後のチャンスなんだ。あんたはまだ捕まってなくて、俺たちっていう味方がいて、今ならいけるだろ、行くしかないだろ。最後が終わる前に死んじまったらもう二度と会えなくなるんだぞ。大切な人に会えなくなる。俺は、あのな、グダグダ言ってないで腹をくくれ。命を懸けてまで愛した奴がいたんだろ。伝えたい言葉があるんだろ。今伝えないでどうする。俺に見せてみろよ、お前の愛を。手伝ってくれるのか？ああ。会わせてくれるのか？ああ。見届けてくれるのか？必ず。一緒に来てくれるのか？はい。梅雨払いを頼まれちゃってさ。そこ通してくれる？結婚式まで時間がないんだ。招待状がないならご退場いただくしかないな。鳥かごみたいな高い塀に囲まれて夜空に浮かんだ。めちゃくちゃ今更だけどよ、おい、本の中の世界だからガンガン戦っても大丈夫なんだよな。本当に今更だと思うけど大丈夫でしょう。本の中で夢の中なんだから。伊勢、行くぞ。時を割いてノイズに混ざった視線に気がついた。赤く染み込んだ呪われた理性でさえも交わしたサインに抗えなくなって。人混みから影を潜め互いの手で声を奪う。乾くほどに爆発、武器庫が燃えてるぞ。混乱してる。チャンスだね。一気に行くぞ。はい。行けない。あれ、大ちゃんは？ロミオと行かせた。リッカ、お前も行け。ここは俺たちに任せろ。大ちゃ
ナーお願いね。了解。あいつらなら大丈夫だ。お前はジュリエットのことだけを考えてろ。俺に見せてくれ、お前の愛を。最後まで。あん。ちぎりを結んで運命に背を向けても、悲しみの連鎖救いもなくなって、終わりのような牙が降り注ぐ道で、痛いけどなんかそれもありだなって。傷だらけの街を二人ずっとずっとさまよってても、罪を脱ぐ術はどこにもないで、明け方のタクシーの中で肩を寄せ合ったまま眠って、ここへ。そうだね、愛していいかい、理屈じゃなくて心最後まで。城が燃えている中で、それが第一声。ほんと風変わりな人。まあそんなところに惹かれたのだけれど、恨みを晴らしに。いや、こんな騒ぎの中で言っても説得力はないと思うけど。
それじゃあ私をさらいに。いや、そうできたらいいなとは思うけど。しないの？なぜ？俺と一緒に来ても幸せにはなれない。俺は吸血鬼だから。あ、それじゃあここへは何をしに来たの？君に伝えたいことがあったんだ。君を思うだけで溢れる言葉がたくさんあったはずなんだ。だけどこうして顔を見て、どれも違う。俺は顔が見たかったんだ。ただ一目君に会いたかった。会いたかっただけ。それだけだ。愛してる。すまない。そんな言葉しか思い浮かばないんだ。十分だよ。それだけで。十分すぎるよ。頑張ったね。ありがとう。なんか最後すげえ恥ずかしい思いをした。ロミオが乗り移るとか聞いてねえんだけど。俺はジュリエットだったね。まあその本の中の配役だったわけだけど、ロマンチックな気分を味わっちゃったな。忘れろ。え、忘れないよ。だってロミオが命を懸けて伝えたかった思いだよ。そりゃそうなんだけどさ、記憶の中では顔と声はロミオ本人と差し替えておけよ。せっかくの大からの熱い告白だったのに。俺じゃなくてロミオの名。うん、でもロミオの気持ち伝えられてよかったね。俺の中のジュリエットにちゃんと届いたよ。そうか、それならいい。なんだよ。え、何？最終的にダイがロミオでリッカがジュリエットだったってわけ？この物語の中ではな。でも鉄拳でロミオをぶっ飛ばすジュリエットしか覚えてないですけど。そのあたりのくだりは教育上良くなかったと反省しております。はあ、みんなも無事でよかった。みんなお疲れ様。お疲れ様。お疲れ。戦ってる最中に白い光に包まれたと思ったら寮に戻ってきていたわけだが、この服はもらっていいのか？いいんじゃない？ロミオからの成功報酬ってことでさ、それだけの働きもしたわけだしね。
あ、まあ、髪はカットで。そうだな。ステージ衣装とかに使えそうじゃない？それがいいかもな。だが、そろそろ着替えるぞ。俺たちはロミオでもジュリエットでもなくてアイドルなんだからな。確かに俺たちロミオじゃないんだし。でも私あなたのジュリエットではあるよね。それって結局どっちなんだよ。式のことだから適当なんじゃないか。なんとなくみたいな。おい、これには深い意味と狙いがあってだな。そのあたりの話はまず着替えてからにしようか。外に何か食べに行かないか。運動したら腹が減った。お城で騎士相手に大暴れするのが州の中では運動なんだね。近くのジム行ってきましたくらいの感覚で焼き打ちとかしそうで怖いね。それはでも外食には賛成。今日はがっつりお肉を食べたいです。しゃあ、肉肉肉オッケー。期待してくれ。今日は式のおごりだ。え、マジで？やったー！シキさんのおごり！ごちそうになります！やった、行こう！最年長の貫禄を見せつけてくれ。財布的な意味で。ちょっと待て！ならば、手押し相撲で勝負だ。外！認めよう。無理やりこじ開けた週末のダイニング。完全にまた通る心は劣る。ひらりってかわされて焼きもきして、右左遊んでさ、誘ってバカバカじゃねえ。イエスかの黙ってさ、ガシッと捕まえないで。そろそろいけんじゃない、
白黒つけちゃおうぜ。俺じゃない誰かもトラップにはめて。紅に染めた顔、口元のツヤ、眠たいみたいな目で抱き出せて。どうすんのか聞いてみたら終電も逃して大丈夫って言うけど返事はなくて。もうダメ、またなんて。こんなどうしようもない恋だって掘り返したプライド投げ捨てて。どうせ財布みたいに思われたって、それもまた一挙なんて言い張っちゃう。俺ともっと遊んだよ。超絶細い声でコーヒーでだって、何も知らん顔で二度目かまして、チェックアウトの時間完全にオーバー。もう夢見せてよ。感情が無駄になっちゃって、惑わされてくすぐったいのも嫌いじゃない。あんな恥じらった風に振る舞って、本性でさらっと見下してくれてもいい。もっと遊んでよ。 Hello my honey、 あれ勘違い、答えはいつも in the darkness、 Whoa!Hello my crazy、 狂って踊って、赤信号でも止まれないから。こんなどうしようもない恋だって、埋めて掘り返したプライド投げ捨てて、あんな恥じらった風に振る舞って、本性でさらっと見下してくれてもいい。こんな感情が無駄になっちゃって、惑わされてくすぐったいのも嫌いじゃない。どうせ財布みたいに思われたって、それもまた一挙なんて言い張っちゃう。俺ともっと遊んだよ。この手で償わせる。
知らぬばかり抱えられて泣きわめく覚めれば救いもない牢の中忍ばせた鉛でしぶきに染まる壁鎖を引きつって正義を立て この道を血へどを吐いて走ろう警報が耳をついて人のうめきも聞こえないで閃光と虚無がリピートする色をなくした世界ただ一つわかる痛み絆を引き裂かれたジューダスあなたの背中よみがえる愛のぬくもり一瞬が無限に伸びて記憶は渦を巻く奈落の淵に一人立って穢れた過去を笑う止めたこの命であなたへの誓い果たして傷跡だらけのこの道を追われるままに走ろう指さして責める顔とあざけりにガソリンを宿したこの愛を世界が退けても心臓が止まるまでにこの手で償わせる絆を引き裂かれたI'm not afraid to die.
ていた。見えない闇があるのなら、沈む前に扉を叩いた。あなたの笑顔が僕が胸を締め付けた。地獄な孤独は虚無の世界だった。灰色の瞳が何もかも素通りしていた。希望と絶望は一つは慣れないエリクシア。
彩りに指を合わせ秘めた恋、あの色に触れたいよ。立てるかけることなきついとざわめく都の階段歩こう。揺れる炎を身にまとって守るために切り裂く波間、繰り返すは元の木阿弥、整然とされた海を行く。明日は彼に牛の向いて手の鳴る方へとだびじ指し示す。鬼はいつも始まりから続く前科に押され朽ちてゆく。落ちた枯れ葉集めるなら種をまき水をやり春を待つ。いつか光開けるなら過去に怯えなくていい。不完全でいい。類のないあなたを咲き誇れ。その羽根を広げても日ごと遠ざかってゆく地平線、深い霧の中に泣き言をこぼす時だってあなたに憧れて強い自分振りまいていたよ。ずっと離れずに愛され育ったカナリアは誰よりも有名な声で歌うから、歌うから、願いを込めた夜羽ばたいて空に。
出す風に揺らめいて飾れたしないを託された愛を執着するほど歪みほころんで置き去りの空白に身を委ねてあの場所へ永遠に落ちてゆくずっと吹き荒れる痛み救われるためにもがいたってこの世界線は僕を閉じ込めてるからちょうどガラシのように追い風になってためらうて首を引いてゆくんだ全て解き放ってまっさらに戻れたらまた合わせてよ合わせてよもう離さないよずっと熱情の傷を壊れそうなくらいに愛しくてこの世界線で取り戻せない願いでもちょうどガラシのように追い風になって君と同じ道を吹き抜ける命解き放って結ばれなくても出会いと別れを Anyway, 何度も沸かしたと答えはないね。
眺めても変えられないルールだっても君のくるサインが導く限り永遠に惹かれて、きっと声は届かない、月の向こう側心臓が止まりそうなくらい会いたいの、夢をくれたエンジェルソン君に向かうから、グラビティも引き離す翼を分け与え、いっそ何も聞こえない、月に落ちてゆく命壊れたっていっそ出会えるのだ、無限の楽園で君に抱かれ、知れず絶大なエネルギーが平行線を覆す、いつか三つを教えてよ、ゲゲの鏡の国へ飛び立とう窓膨大なデータサイズ削減してサバイブ、歯に見えないファイル見ようとしてたよガラス、染めなかったナイフ信用させるならアイス、絶望しては開始開いたら未来をアイス、最高な水色の筆で探してる、永遠の手釣りに到達する鍵秘める、月までくすぶってるのエクボエスタンスルーガー
魔法の言葉となれるよ。ベイビーブルーアイズ、新しい目を育んで探してよ。君しか見えない世水でネモフィラを成功しなくたって吹く風、失敗も全部美しい雨。 Hello? I think we got cut off. What do you want to do tonight? Maybe just meet him at 8pm in Times Square. Is that cool?学校行きたくないなら行かなくてもいいよ。実は無理すればするほど迷惑かける。たまには自分を褒めてよ。ペテロチリシリ、そのうち元気になるよ。カズ The world with you, heart。 かぐわしい目を携えて透かしてよ。君しか見えない真理へ、ネガティブを壊しなくたってある壁、超越も逃避も正しいバレー。3時間しか空いてないけど海にでも行こうか。そんな無茶するところが好きだな。でも海パンとか持ってないけどいいかな。そんないいから時間なくなるし、さっさと行こうぜ。新しい目を育んで探してよ。君しか見えない世水でネモフィラを成功しなくたって吹く風、失敗も全部美しい雨。かぐわしい目を携えて透かしてよ。君しか見えない真理へ、ネガティブを壊しなくたってある壁、超越も逃避も正しいバレー。所業無常さ。
して傷を癒して8人でみんなにファンサー届きたいと思います。じゃあ今日誰が選びたい？お、誰行く？誰選びたい？誰が行く？みんな控えめだね。まだ行ってない人手挙げて。選んでないぞって。あれあれみんな選んだっけ？俺行った。俺もやりました。じゃあ誰やりたい？こっちはもう翼がやれよ。やっちゃっていい？じゃあ髪の色一緒だからシュー。ああ、そういう選び方ね。うん、じゃあ求めてね。それじゃ選べないな。ああ、それじゃ選べないよ。これを取りに行ったらいいのか？ね、こっから選んでもらえるとありがたいね。取りに、ああ、こっから。うん。決めた。まとめて、後ろの方も見えてるよ。打ってってあるね。うん、あ、オッケー。おお、選んだよ。はい、おお。じゃあ俺から。お、うん。俺が選んだのはあそこにある。Please give me a hug。ええ？ちょ発音が良すぎて分かんない。ちょっと何言ってるか分かんない。Please give me 何？Please give me。ケイルルル。なんて。なんて？ハグをくれっていう意味だ。おお。
Please give me a hug. OK、はい。どこですか。目の前、うん、あ、目の前ね、うん、あ、本当だ。ハグをください、うん、君。じゃあ、翼はどれ。ハグをあげますよ。はい、まずこっちからいこうか。あ、先にやって やっちゃおうか、うん、全員でやろう。全員でやろう、全員でやろう。あ、全員でやろう。はい、じゃあプリーズあーよープリーズギブミー、あ、チャンス、あ、チャンスじゃない。プリーズ、プリーズギブミーアハグ。まで3、2、1。わあ、迷子だね。サンドイッチみたいになってる。どんなユニットだよ俺たち。でも求められちゃったからね。アグッズ。じゃあ、チキ、今のは滑ったよ。想像以上に反応がなくてびっくりした。Please give me a hug. OK? OK! じゃあね、次はね、ね、あれどこ行ったっけな。翼くんのやつは、どこ行っちゃった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 。翼くんのは、やべえね、どっか見つけな、いやー、じゃあ今見つけるね。あれ、お、ね、ガソリン巻いてってあるね。すげえな。負けない、負けない、危ない、危ないから。あった、ガソリン巻いてってあるんだよ。どういう気持ちで書いたのそれ。あ、一番ガソリンが一番好きな匂い。ああ、そういうこと。よかったな。ガソリンが一番好きのファンはすごいね。ああ、すごいな。よし、じゃあガソリン巻くまで。ガソリン巻く。3、2、1。ごめん、巻いて。巻くって何？巻くって。巻いて、巻いてあげるよ、巻いてあげるよ。はいはいはい。こういうこと？みんなやべえ、巻くな。どんだけ水圧がすごいんだお前のガソリンは。ちゃんとちゃんとやってあげて、やってあげて、やってあげて。紫だから、紫だからやってあげて。うわすごいね。いいね。そうやって巻くのね、ガソリンって。気が合いそうだ。バーンになったね。よし、みんなの笑顔も見れて、俺たちも最後まで頑張っていけそうなので、じゃあラストスパーでもね、盛り上がっていける。イエーイ。じゃあここからはストリッツのみんな、よろしくな、うん、ありがとう、またね。じゃあね、みんな、おしがりだな。見てないところで何やってたんだろう。まあいいや、気になるね、気になるね。じゃあラストスパートまで全力で盛り上がっていける。全然整体8切らないといけないんだよ。整体8切ってね。いける、いけますか。いいね。じゃあ声出していくよ。もっと激しく、もっと激しく、もっと激しく。それでは聞いてください、ミッドナイトミステリー。振り返ればほらシェイカーモーメント、星をめぐる炭素メリーゴーラン、君の抱きしめたいこの時間帯、手を握るときめき止まらない、乾き知らないオアシス、エバシス生み出した、忘れかけるほど呆然として心を惑わせるトリックアトリート、微笑む永遠を感じてる一瞬、顔を寄せてもう二度と別れないよ、次回を恋指に結んで
鏡の世界でメカマジック瞳通わせるコーヒーカップ指先輝いてるベリー絡め合う時に切ないけど安ない感情いつ上司苦労するオンフロー例えるならきっとチェイスインラビーズ息を凝らして羽に見とれてる獣だね今は抑えてる頭も冴えてるただ破裂すんぜねえ君の声で僕を起こして今は夢でいいからもう二度と置いていかないで同じ時間痛くしないよ。ラタタタ。
書くのは OK ラタタタ俺と夢見て3,2,1 Let's go 耳元でツイートゼロ距離のフォニック泡立てすぎ未開発のルーキー半開きのガール手頃なスイーツつまみ食いしちゃう満たされない体内の欲求をお仕事ウィークにそれとなくちらつかせて真面目な個人性バディに連れ出すそんなルーツも許して噛みつきならあった泥沼へとダイビングもっと激しくフィーバー愛する全人類へのプロモーション狙いすまし手を込めてヘロショー毎晩誓うカクテルかき混ぜて幸せドーパミンをはしごする寝る暇もないあなたが気づやめながらのない大洪水だ東京ラブジャンキーNo, no, no 突然ブロックされたガチマイティ No, no, no 電話かけても繋がりません叩き起こされた頭世界ファイトにぶっ飛んでデリートして消して忘れたいあなたの形もやり直してもう一回時勢をモードで愛欲ジャンキーだらけの街で私は尋常を貫いてました知らず知らずディープに毒されて鎖ちぎって飛び出した獣アイドルだって街を恋するシティボーイ終われるよりも奪いたいぜ早く誠にありがとうございました。ダブルカーテンコールありがとうございます。では、レッドコインということで
リカ。え作戦が違うぞ。何の作戦？はい、俺ですか。セラリー科学の阿部海星です。はい、海星だよ。みんなありがとう。はい、そうですね、最後のレッドが終わりました。はい、そうなんです、最後だったんです。はい、そうですね、レッドはまあそうですね、僕がメインなんですかね。メインでジュリエットをやったりとかセラリッカ役をやったりとか、はい、やってるんですけども、まあ、最後まで、まあ、やってて楽しかったので、はい、最高なレッドでした。2部の曲の方はそうですね、ラブジャンキーがすごい汗だくになります。はい、爪が剥がれます。はい、この衣装結構大変で、はい、まあ、え、感想小学生なの？この前ちょっと上手になったなって俺思ってたんだけど。違う違う違う、全部ちょっと却下するわ。俺からだと思わなかったの。考えようと思ったの。それでですね、まあ、はい、まだスケアステージは、一公演あります、ブルーは。なので皆さん、まだまだ応援の方よろしくお願いします。はい、以上、阿部海星でした。甘やかしちゃダメだよ。じゃあ大、はい、村瀬大学の小林亮です。そうですね、なんかまあ村瀬大のペンライトの色なんですけど、初めて見た時はまあ花鳥風月でソロで歌ってる時はさ、やっぱ青になると思うじゃん。出てったらさ、紫？あれ待って、俺目おかしくなったのかなって思ったぐらい分かりにくかったんですけども、最近やっと慣れてきました。はい、なのであと1回ライブあるんで、バシバシファンさせていきたいと思うんで。おお、かっこいいね。ガンガン求めてみろよ。いい。なんで、まあ、あと1公演応援よろしくお願いします。いいよ、かっこいい。じゃあ次楽しみだね、どんなファンさせてるか。確かに見とこう。はい、はい、ということでね、では残りの1声も頑張ってまいります。では締めたいと思います。ちょっと待ったなんだろう、なんだろう、トイレなんだろうな。おそんなちょっと待ったって言ってトイレ行くのおかしくない？ペンヤなる。おあ、さあみんなでご一緒に、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーイヤーケンタショータ、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、俺全然絵見えないんだけど。翔太と健太が、誕生日ということでですね、この素晴らしい、ものを、作っていただきました。今ですね、ちょっと健太と翔太に欲しいものがあって、ここにサインを書いてほしいので、終演後、ロビーに飾りますので、ぜひ、皆さん、思い出に、写真などいっぱい撮って、帰ってください。じゃあちょっと俺これどうしたらいい？そうか、サインペンあるから、俺も手伝うよ、これを。はい、そう、ありがとう、ありがとう。うわー、これありがとうございます。これね、じゃあ翔太はここにサイン書いて、ここに健太サイン書いて、はい、はい、書きます。はい、書いてる姿を生で見るってなかなかないよね。ないない、そうやって書くんだ。かっこいいな。じゃあ、はい、うわー、今日はいつもより巻いております。はい、はい、はい、ありがとうございます。おめでとう、おめでとう、一個ジジイになりました。あわーわー、いや、びっくりした。感想を述べといて。はい、さっきもラブジャンでこっちから来る、客席から来るんですけど、その時もトシ君とケンヤ君から誕生日プレゼントもらって、ここでってなって、ちょっとなんかだから出ながらちょっとニヤニヤずっとしてて、何入ってるんだろうと思いながら、いや本当にでも今回こう皆さんと一緒にお祝いしていただけるこの
場所が本当に幸せです。本当にありがとうございます。おめでとう。おめでとう。はい、はい、今まで生きてきた中でこんなに大勢の方に祝っていただける誕生日は初めてです。ありがとうございます。あの上京して間もない時は2人で誕生日を迎えた年もあったんですけれども、こうやって今となっては皆さんの前で誕生日を祝っていただけるっていうこの現実、この現状が現実現実だよ。現実ですよね。夢じゃないですよね。本当に嬉しく思います。あと残り1公演精一杯、力の限り頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとう。残り1公演頑張ろうね。はい。超えてない。じゃあ、はい、お返しします。はい。うわーすごい。だって健太がさっき俺がもう締めたいと思いますって言ったら、え、挨拶してないんだけどみたいな。あ、そうそうそう。あれ、あれ、あれ今日みんなするかな、どうなんだ、なんだっけ、どうだっけと思って分かんなかったら、まさかラプライズ。ラプライズ。ありがとうございます。ドキドキした。ドキドキした。一個言っちゃおうか。昨日みんなでお肉食べに行ったんですけど、あのケンタの翔太ちょっと遅れてきたんで、全員で男気じゃんけんみんなで合わせようよって言ってせーのでじゃんけんしたら2人がちゃんと負けて、なんかマジ不機嫌で、え、俺まだ今来たばっかなんだけどもう帰ろうかなとか言って来た瞬間に待ってっつってでてれーでした。2回目だったね。2回目だわ。本当にありがとう。はい、ありがとう。はい、そんな感じでね、残り本当に1コインになってしまいましたが、全力で、精一杯やっていきますので、最後の最後までぜひ応援のほどよろしくお願いします。では締めたいと思います。本日はご来場誠にありがとうございました。